焼き取ってあげっから任しとけって。いやー負けちゃったね。負けちゃいましたね。カバーするどころか全然当たんなかった。思いっきり木に刺さってましたもんね。うるさい、そんなこと言わない。好きだ先輩、すごい満月ですよ。本当に、あ、すっげー綺麗、なんか UFO みたいじゃない。半月はね、弓張り月って言って弓に例えられるんですよ。ほら、こう鶴を張った弓に見えるでしょう。本当だ。弓張り月の歪みのない綺麗な形は弓の究極の美しさ。静かで凛としてて。そうかな。じゃあ花子ちゃんは半月よりあんな満月の方が魅力的ですか。まん丸の月を見るとね、私の弓であの真ん中を射ることができないかしらっておばあちゃんいつも思うのよ。そんなの無理だよ。そうね。どうだった？ちょっと見ないで。いいじゃん、私のお店あげるから。うわ、すごい。ほとんど偏差値60以上で、ちょっと見てよ。ほら、60以上。カミンさんって英語得意なんだ。うん、だって小6までアメリカにいたもん。そうなの。うん、あと今週中にこれ出してね。はーい。商科女子大学では私の後輩が指導に当たっています。私留学してみたいんです。こんなとこにいたの？お昼ご飯一緒に食べようよ。そって？何それ？志望校かけて。ああ、大学？うん。亀井さんはどうするの？なの決まってんじゃない、東京の大学。花は？まだ決めてない。はい、そのままゆっくり5秒数えてみよっか。いい、先生ください。誰なんですか。途中でやめないの。離れは矢が飛び出す瞬間なんだから、貝でもっと我慢してやんないと。ほら何やってんの。はい、ほらほら立ち立って。はいはい、立ち立って。じゃあ横浜理科大の弓道部だったんですか。うん。へえ、頭いいんですね。多和田裕二、よろしくね。裕二、よろしくお願いします。よろしくって、あなたに指導してほしいなんて一言も言ってませんけど。はぁ、なんてこと。君らじゃなくておじさんに頼まれたんだ。おじさん。うん、神社の遠野さん。あ、そうなんですか。なんか君たちのこと心配してたよ。私遠野さんに断ってきます。あのさ、会で5秒待ってみなよ。自分の型ぶっ壊すつもりでさ。私は勇気いると思うけど、お前ぐらいの腕になると。はやけはさ、別に恥ずかしいことじゃないから。ただ当たる当たらないを一回忘れてみないと。あなたに何が分かるんですか。分かるよ、直すのに2年かかったから。大丈夫大丈夫、はやけぐらいでさ、やけになっちゃダメなんだよ。のんびりやろうよ。とにかく的から離れる、的に当てなきゃとか思うからダメなんだよ。
煮詰まってる時は離れてみる。そしたら見えてくるから。だからまずはこういうのんびりしたところで深呼吸。深呼吸？そう、会の時息止めてるでしょ。無意識なんでどうだったか。息止めてるから早く話しちゃうんだよ。だから湯構えから残心までずっと息をしながら続けられるように練習する。その第一歩が深呼吸。意味も持たずに？そう、ゆっくり深く。的のことは忘れて自分自身に集中する。ほら、気分だろ。はあ、な、俺持ってきたよ。じゃあ私もやってみよっかな。なんで転校してきたの？パパが会社早期退職しちゃってさ、じいちゃんとこで農業やりたいんだって。そうなんだ。来たくなかったよ。でも青南女子には弓道部あるし、同じ学年に超強い人がいるって聞いてさ。まあ東京の大学に行くまでの1年間だけだし。大学なんで東京にこだわってるの？内緒。まだ誰にも言ってないんだよね。今度教えてあげるよ。で花はどうすんの？大学は。私は商科女子かな。商科って地元の？うん、おばあちゃんも商科だし、あそこ弓道強いしね。何よ、やる気満々じゃない。やめたいなんて言って大学でも弓やるつもりなんじゃない？ あってちょっと自分で驚かないで。やん、うち両親が離婚しててね。え、おばあちゃんがずっと面倒見てくれてたの。弓道もねおばあちゃんが教えてくれたんだ。商館に行くのはおばあちゃんの希望だったの。そっか、ショックだよね。でもみんないつかは離れ離れになる。私と花だってそう。せっかく友達になれたのにさ。人は誰かと会って誰かと別れて、それでも自分の道を行く。それが人生というものだ。出会ったものは必ず離れるって
うちのおばあちゃんも言ってた。亀井さん、ありがとう。ちょっと何よいきなりあんた。あとずっと言おうと思ってたんだけど。何？エマでいいよ、友達なんだから。ほら行くよ、アナ。ほら。It's always you. It's always you. この紐を袴の中で結んでください。ここです。こう。なんか増えちゃったね。やっぱ美人の先輩がいるとね。そうですか。何だそのいいから絶対思ってる。先輩手伝ってください。はいはい。ちょっと今あなたもやった。おい、着替え終わったら声かけてくれ。ユージだ。ユージー、まだ着替えてるでしょ。3年生になった2人はすっかりいいコンビになってました。弓を引く2人の姿はとても綺麗で、実際下級生たちの憧れでした。そして今宮先輩も上井先輩も部活ばかりやっていられなくなり、じゃーん、見つけちゃった。何それ？日本語教師になりたいんだ。だから東京がいいの。日本語？日本ってさ、親切じゃん。せっかく外国の人が日本いい国かもと思って来てくれてるのに、ちゃんと言葉を教えてくれるとこあんまないじゃん。そうなの？うん。アメリカはもっといっぱいあった。東京は魅力的だけど冷たい街とか思われたくないんだよ。そっか。あ、そうだ、花が消化女子に行って弓道の道場とか開いたらさ、提携しようか。日本語と日本の文化を教えますみたいな。儲かるよ。いいねそれ。でしょ。友達待ってる間も勉強か。偉いな。いいじゃん、受験生っていう感じ出てるよ。やっぱ何事も格好から入んないとね。格好から？うん。俺なんか袴に憧れて弓道でしょ、で白衣と顕微鏡に憧れて理科大行っちゃったんだから。でも案外ハズレじゃなかったよ。何勉強してたんですか？俺はね、バイテク。いや、なんかやりたいって思い立った時にさ、憧れとかイメージとかそういう形から入るのって実は一番自分の本音に近いんだよね。要するに何でもまずは形から。弓も同じでしょ。しました。帰りましょう。ああ、亀井先輩